荷物が来たらコンテナから降ろして発送地域ごとに置く。仕事はそんだけだ。もたもたしたりサボったりしてたら容赦なくこいつでぶん殴るからな。おい女。はい。読み書きはできるか。はい。足し算と引き算はできます。よし、お前は事務係をやれ。わかりました。こんなもんへでもねえ。だけどあんま無理するとスタミナ切れちまうぞ。あいつみてえにな。情けねえな。ちくしょう。なんで最後だけ陣なんだよ。俺だって足し算くらいできるっつうの。おい、箱の中身を見てみようぜ。なんだこれ。こいつはフカヒレだな。一級品か、それとも三級品か。俺が分かるわけねえだろ。こっちは干しアワビだな。食ったことねえが高級食材だぜ。なんだこれ、ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか。知らねえよ。日本料理じゃ食材を蒸したりするときに和紙を使ったりするけどな。おいそこ、何してる。すいません、今すぐ仕事に戻ります。いいか、荷下ろしが終わったらタンカーから営業担当が伝票を持ってここに来る。営業担当の人？俺たちに商品を売った人間だ。営業担当が持ってくる伝票に書かれた金額を払うのがお前の仕事だ。很高兴这次的合作十分顺利。こいつが伝票だ。ちょっと、私中国語なんてわからないんだけど。構わん、見るのはここ金額の欄だけだ。そしたらこの金庫から金を出して渡す。谢谢。我下星期也会再带好东西过来的。今のって日本円でいくらなんですか？800万円ってとこだ。800万を現金払い？中国人民元での現金一括払い、それがうちの売りだ。売り主からしたら面倒くさい手間が省けてすぐに金を手にできる。多少買い叩いても本土の連中がうちに品物を下ろしたがるのはそういう理由だ。なるほど。分かってると思うが、金をくすねようったって無理だぞ。倉庫の中のものは全て管理されているからな。もしも妙なことをしたらただじゃ済まんと思え。
まさか、くすねたりしませんよ。おう。マジか。Oh.